おはようございます。美濃加茂市まちづくりコーディネーターの加藤真康がお送りする番組、真康散歩。この番組では、昨年5月より美濃加茂市のまちづくりコーディネーターとして活動している私、加藤真康が、美濃加茂市内のいろんなところに足を運んで、面白いと思ったことや魅力だなぁと思ったことを皆さんにお伝えする番組です。月曜日の朝、1週間元気に過ごせるような内容をお届けしていきたいと思っております。それでは真康散歩、最後までお付き合いくださいね。美濃加茂市真康散歩。ゴールデンウィーク前半いかがお過ごしでしょうか。私は加茂県域で活躍する地域おこし協力隊のメンバーたちと一緒に、加茂県研修と名を打って、東白川村の方に行ってきて、木漏れ日の館というところで過ごしてまいりました。地域おこし協力隊の子たちと一緒に楽しんだんですけれども、お椀作ったりとかですね、皆さんと一緒に買い物に行って、出かけて楽しい過ごしてまいりました。まあ、新しい新たなチャレンジをしていこうというネットワーク作りを今しているところなんですが、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。さて、第5回となりました。前回はね、河合の私というあたりを、紹介させていただきました。河合のムクノキなんていう大きな木の、紹介させていただいたり、その数近くにはなんか珍百景とも言えるようなカーブミラーだとか、あと箱井の清水という、昔ながらのこう清水が流れていて、そこで、洗い物をしたりする風景の場所が残っている、そんなことをお話しさせていただきました。今回はですね、河合の私のあたりをさらに、真康散歩させていただきたいと思っております。テーマはですね、今回実はブラジルショップということだったり、多文化、美濃加茂ということをお伝えしたいと思ってますので、お聞きください。はい、川沿いの方からですね、新安散歩を進めていって、市街地の方へ行きます。国道41号の方に向かっていきたいと思ってますので、ちょうど美濃加茂駅の方から歩いていって、宝徳さんという、クリーニング屋さん、こちらをですね、左に曲がって、ここ一番屋というカレー屋さんがありますけれども、そちらの方に歩いてまいります。ちょうど前回ナマズを焼いて振る舞ってくださったっていうのが、実はクリーニング屋さんのですね、宝徳さんというところなんですけれども、こちらの方がいいよ寄っておいでみたいな形で、初めてお会いしたにもかかわらず、お家の方に、お邪魔させていただいたんですね。まあ、そこで大きなナマズをさばいて、そして、タンパクではありますけれども、お味な、美味しいナマズを食べさせていただいたというのが、こちらでした。そこでですね、実際河合の皆さんが、若い人たちもいっぱい集まってですね、夜遅くまで、バーベキューをして、過ごしたっていうのが結構印象的だったんですね。で、カレーのここ一番屋さんから、ずっと歩いていきまして、ちょうど、美濃太田駅のですね、車両基地が見える、辺りを、国道森山方面の方に北へ向かっていくと、250m 行ったところにですね、無限フーズっていう名前の、ブラジルショップさんがございます。今日はこの辺りをですね、しっかり、お知らせしたいと思っております。この無限フーズさん、今年の3月の4日にオープンをいたしました。年中無休で、夜遅くですね、21時まで、朝は9時から営業という形で、やっていらっしゃるんですけれども、知ってる方は、何年か前からですね、栗千葉ショップというお店だったり、その前はつい最近は、レストランとして、ブラジルレストランとしてオープンされていました。で、私たちも、町づくりの関係でミーティングで、こちらのレストランの時代にですね、使わさせていただいたんですが、びっくりしたのが、量り売りでですね、100グラムいくらだったかな、7、80円だった記憶があるんですけど、美味しい料理をですね、いっぱい手に取って、トレイに乗っけて量り売りで、こんな安いのみたいなお店だった記憶があります。レストランだったお店が、もう一度ですね、ブラジルショップという形で、オープンしたんですけれども、非常に店舗はですね、綺麗なお店で、先日も
東京から来たお客さんなんかを連れて行ったんですが、こんな綺麗なショップなんだということで、びっくりされていました。その中に、お店の中に入っていきたいと思っています。でお店の中に入るとですね、非常に入りやすい、環境になってまして、中は、白を基調とした、ブラジリアンショップといえばだいたい黄色とか、グリーンみたいなイメージなんですけども、白を基調とした建物でとても綺麗な環境で、多分ですね日本のスーパーよりも清潔なんじゃないかなぐらいな感じになっています。でそこにはたくさんのですね食材がいっぱい並んでいまして、ブラジルならではの食材でお肉、これがとっても安くてですね、バーベキュー用のお肉も私今回2回、買いましたけれども、もうパックで多分日本のものだったら多分2000円3000円ぐらいするんじゃないかっていうお肉がだいたい1000円前後で購入もできますし、ソーセージもね、完全に腸から、腸詰めしたような形の、しっかりした、ソーセージなんかが、一巻、980円びっくりするような、お値段なんかで売られています。またここは店員さんがですねとってもフレンドリーで、ブラジルの方もそうなんですが、新しく入られたフィリピン人の、方なんかも、私これ食べたことないでも美味しそうみたいな形で、案内もしてくれて、とってもいいお店なので、こちらですね、ぜひですねご利用いただければと思っています。でちなみに今レストランの方は、土日の方は食べ放題という形で、大人男性で1600円、女性で1400円という形で、食べ放題で食べることがなんとできますし、平日はですね、日替わりのお弁当でブラジリア弁当が980円ということで売ってます。あとローストチキンなんかもおすすめで、我々が見たことのない食材がたくさんあるほか、オリーブなんかも瓶詰めでものすごくいっぱい入ってる、ものだとかですね、入ってて見てて楽しいです。実際多分この美濃加茂にお住まいの方だとか地域の方も近くにブラジルのショップがあると思うんですけど、なかなか行く機会がないのかなと思っていますので、ぜひよかったら一度ですね訪ねてみていただければと思っています。で私たちもここの可能性気づくまでにはですね、実はブラジルバーといってちょうどリオオリンピックが開催の時に、美濃加茂でブラジルバーということでブラジルのことを文化に触れながら美濃加茂の食材なんかに触れようみたいなこともやりましたし、ブラジルご飯という形で、地域の活躍している皆さんとともにですね、これが町の観光になるんじゃないか、観光資源になるんじゃないかということで、ブラジル人の皆さんと料理を研究したり、美濃加茂っぽい、素材を活用して、例えば梨の、メニューだとか新たなものを作っていったりしていました。そんなようなことをですね、できる場所がこの河合の地区にはですね、あって、とってもこう、柔らかくこう抱えてくれるような皆さんが、お店の方で、待ってくれているというところがとても素敵かなと思っております。はい、それでは今日紹介した無限フーズさんについて改めて紹介させていただきます。住所の方は、美濃加茂市河合2丁目8、お店の方がですね、オープンの方は9時から21時まで、営業しております。年中無休ですね。それから先ほど紹介したレストランの方は土日食べ放題、男性の方は1600円、女性の方は1400円という形になっています。日替わりな、平日は日替わり弁当980円ですので、こちらの方もぜひ、食べてみてください。ぜひね、美濃加茂の皆さんとか、カニの、皆さんとかバーベキューされると思うんですね。ゴールデンウィーク後半にバーベキューなんかもされる際はぜひこのブラジルショップに行ってちょっと変わった食材なんかも見ていただけるといいのかなと思っています。特にリーマンショックの以後ですね、一度は減ったといったブラジル人の方々がまたこちらで移住して、暮らしていると、そういった風景がとてもいい場所でもありますので、ぜひ訪れてみてください。さあ、では、お時間の方がやってまいりました。街にはいろんなものがあるなと思っていますので、それをまた、深夜散歩でお伝えしていきたいと思っております。今週も良い週にしていきましょうね。ゴールデンウィーク今後も楽しんでください。美濃加茂市まちづくりコーディネーターがお届けする深夜散歩第5回放送でした。引き続きモーニングライン月曜日をお聞きくださいね。バイバイ。